源氏物語漂白とは、原始供養の場において唱えられた、漂白文である。源始供養漂白、源氏漂白、金漂白などと呼ばれることもある。源始供養とは、平安時代末期から室町時代にかけて行われていた、源氏物語及び源氏物語を書いたために地獄に落ちたとされる作者の紫式部そして源氏物語の読者たちを供養するための放映であり、 その源熟用の場で唱えられる漂白文として作られたのが、この源氏物語漂白である。源熟用の場で唱えるために作られた漂白文はいくつか存在するが、この源氏物語漂白はその中では代表的なものとされる。あぐいの法院性格が作ったと伝えられるが確実な根拠はない。本漂白は和文体で書かれている。漢文体で書かれている同種のものに、 正確の父長件が作ったと伝えられる、源氏一品業や、源氏物語願文、不光る源氏物語史書などがある。本漂白では、切りから始まり夢浮き橋で終わる、源氏物語の巻名を順に読み込んでいるが、これは、源氏供養の場で源氏物語と決別するために、源氏物語の写本を順番に日に区別いったことに、由来すると考えられている。漂白文単独で、 伝えられているものと、原熟養造師とも呼ばれる構造が長年源氏物語に感激したため仏の教えに、先進できないとする女人の依頼により、女人や紫式部を供養するために、この漂白文を作ったという内容の物語仕立てで、この漂白文ができた経緯を説明した文とともに、伝えられているものとがある。ルフ本としては、古月商等の江戸時代の半本に収められたものがある。 主要な写本として以下のようなものがある。ありがとうございます。